東山です。今日はお招きいただきまして、何か話をせよという話でした。で、前にも示しておりますように、知覚心理学から見えてくる天の橋立て、渡るのという題でお話申し上げます。聞き慣れない言葉かもしれませんが、私が研究してますのは、パーセプション、知覚と申します。知覚心理学。どのように見えるか、あるいは聞こえるか、あるいは皮膚なんかで感じるか、要するに感覚とか知覚ですね。感覚とか知覚の話、研究を、何十年とやってまいりました。で、その過程の中で、物の見え姿ですね、見えた姿と姿勢が非常に深く関係していると。で、普通物の見え姿は目から大脳にかけての過程なんですけども、実は姿勢もですね、見え姿に相当関係しているんではないかということに、もうやっぱり20年ぐらい前に気がつきまして、でその研究を、しばらくしておりました。で、その中の一環なんですけども、姿勢を大きく変化させる、すなわち股のぞきですね。普通の状態は画面の右側にもありますように、普通は成立してものを見ているわけですが、ああいうふうに股のぞきをしますとですね、すごく変わって見えるという現象があるということに気がつきまして、それを研究の中の一環にですね、取り込んだわけです。で、今日はその話をお話ししたいと思います。で、その話は結局は天の橋立て、股のぞきの話に深くはつながってまいりますので、最初は本当に学問上の話だったんですが、この話とすごく近いということになりまして、今日に至っております。それで早速ですが、天の橋立て、これはもう皆さん方を前にして説明するまでもありません。京都府の宮津市に日本三景の一つ、天の橋立てと言われる名所がございます。サッシですね、砂で作ったくちばしですが、全長 3.6 キロくらいのサッシがございます。サッシには私が調べると8000本ぐらい、文献によっても違うんでしょうが、8000本ぐらいの松林が続いている。与謝野武村という人が江戸時代に言いますが、橋立てや松は月日のこぼれだというような歌を残しております。で、日本三景の一つと言われるようになったのは江戸時代の大体350年ほど前らしいんですが、林秀斎という学者が天の橋立てと松島と宮島を日本三景と書いたのが最初だと言われています。どこからこの天の橋立て、砂浜ですね、見るかというと、あまりどこから見ろというようなことも書いてないんですけど、頻度から言うとこの4つぐらいかなと思います。北から、東回りに言いますと、昔は笠松茶屋って言ってたらしいんだけど、お茶屋さんになったみたいなんですが、今は笠松公園、あの辺りから見る風景、それから、文田通り、東の方から見る光景と、それから天の橋立てビューラントから見る光景と、それから大内通りから見ると、風景ですね。要するに東西南北、どこからでも見れますよっていうふうに、記されております。先ほどのこの雪舟の絵はおそらく文田通りの方から見た絵だと思われます。そ
それで、まあ、どこから見ても面白い風景なんですけども、股のぞきということになると、まあ、有名なのが笠松公園から見た、あるいは大内公園から見たような風景だと思います。これがもうこれもご存知だろうと思いますが、宮城市の笠松公園からの股のぞき台という場所から撮影した風景であります。いつ頃から天の橋立というような名前を言うようになったのか、私ははっきり分かりませんが、はっきりまあ歌の中に残っているのは、これは百人一首ですが、大江山行くの道の遠ければ、まだ海も見ず天の橋立て。百人一首の中に出てまいります。で、ここにもはっきり天の橋立て書いてありますから、これはもう、平安時代は確実ですね。確実にそういうふうに呼んでた。で、この歌の返しとして、橋立の松の下なる磯清水、都なりせば霧もくまわし。この中にも橋立という名前が出てまいりますので、これは古式部内寺のお母さんとされている泉式部の変化らしいです。で、まあ、どちらの歌にもですね、天の橋立て、あるいは橋立てという言葉が出てまいりますので、もう平安時代は確実ですから、その前からおそらくこの名前は使われていたと思われます。で、これはまあ昔から言われてるんですけど、股のぞきの姿勢をとって、この天の橋立て、この砂浜ですが、を観察しますと、まあ、ちょっと奇妙な光景が展開すると言われております。で、まあ、何が見えるのだろうか、これは結構難しい問題です。何が見えるのかっていうのは主観の問題ですから、見える人見えない人がいらっしゃいます。で、市内の高台にある笠松公園には、先ほど申しましたような股のぞき台があります。で、皆さんそこを行かれるわけですね。で、ここにありますように、股のぞきをして、観察されるわけですが、横にもちょっと映ってますが、解説が、書いてあるんですけども、これは誰によって何のために置かれたのか説明がありません。ですから、宮城市の方は多分ご存知だろう、ご存知の人は多いと思うんですけども、観光客からするとこれは一体何なのかと思います。で、実は今からお話申し上げますけども、この細長くの伸びたサッシがですね、天にかかる橋に見えるんです。またのぞきしますとですね、橋に見えるんだということをどうも言いたかったんだろうと思います。で、このことがあまりこの公園の中にですね、記されていない。どう見たら橋になるのかということが、おそらくほとんどの観光客はわからないんではないかと思っています。明治時代の後期にですね、吉田、これ港というのか改造というのかちょっと存じ上げないんですが、この方がですね、観光事業の一環として宣伝しています。橋が見えるよということですね。しかしそのことがどうもまだ十分伝わっていないように思います。もちろんこういう外国からですね見えられた方も、まあ、これはお子さんですが、お子さんも来てですね、股のぞきをしていられるわけですけども、お子さんですからなおさらよくわからない。まして外国人だったら一層、外国語で書かれたものもない。ですからちょっとですね、説明がないので、ちょっとそこにも書きましたが、かなりの人は当惑します。これはどういうことなんだろう、ちょっと困惑して、やがて
どうしてこんなことをするんだろうと。中にはもう失望されて帰られる人がいるので、いや実はこうやって見るんですよ、あるいはこうやって見たら面白いですよっていうことを解説する必要があるんじゃないかと思っています。それで例えば、こうやって股覗きをするわけですが、この場はお子様の場合ですので、かなり深くまで、ね、腰が曲がります。ですから向こうの端まで、天の橋立ての向こうの端まで見えますが、こう少しご高齢になるともう腰が曲がりませんので、まあ、浅いところで覗かざるを得ません。するとどの辺りまで見えるのか、ちょっと私もやってみたんですが、多分みんなに見えるのはこれぐらいだろうと思います。こんな遠くまでは見えない、手前のまあ3分の1ぐらいですね。これなら お年寄りも見える。じゃあこれがなぜ橋なんだ、これ何本見たって砂浜に松が埋まってるだけだと、これを橋言うのは無理だろうと思えるわけです。で、またの時しますと、こういうふうに、世界がひっくり返りますので、これで橋に見えるか、やっぱし砂浜だろうという方も現れてもおかしくありません。なぜこれを橋と呼んだのかですね。ですから、もう見えない人が現れてくると、もうそれで話はおしまいなんですが、こうやって説明したり、あるいはこうやって見たら橋に見えるでしょうという話を紹介したいと思います。まあこんな感じですね。これが成立した場合です。それでですね、過去ですね、天の橋立を訪問した人がいろんなこの旅行記を書いております。それちょっともう急遽ここへ来る前にここで話するんですから調べてみました。するとちょっと私の目に留まったのが、露伴先生、明治時代の大文豪ですが、この方がですね、面白い文章を書いておられます。前景に背を向け身をかがめ神戸を垂れて股の間より伺えばおかしくてたまらねど、もう、今までは、炭細画のように淡く見えし景色、油絵のごとくパノラマのごとく見えて、水のこび山の装いひとしおに思われ、水中に天あると疑えば、また天井に水あるに似て、長橋長波長橋これに欠けるありさま、踏まえどころなき早急に虹の立てたると異ならず、大災なき海に浮島の漂えるにもまた似たり。ちょっと漢文帳で読みにくいんですけど、それちょっとですね、私風に書き換えたのがその下です。でどうもこれ全部対句の表現になってます。で赤い字で書いた部分が対句です。今までは淡水画のように淡く見えしとこう書いてますが、体を立ててますとね、淡水画、まあ墨絵のように淡く見えてると。ところが股抜きをするとね、油絵のごとくパノラマ画のように見える。これはどんな意味かといいますと、油絵はご存知のように平面の上にですね、絵をつけるわけです。でちょうど風景画をですね、壁のようなものに描いたような絵に見えてくると、こういう意味を取っております。それから面白いのはその後なんですが、水中に天あると疑えば天井に水ある、両方見えるっていうですね、水の中に天があると、それから天井に水があると、水と空とがね、なかなか区別がつきにくくなりますよ。でこれ私風にで、それに長い橋がかかってますよ、こういうふうに捉えますと、
おそらくですね、体をまっすぐ立てた場合は水中にかかる長橋、普通は水にかける長橋というと思うんですが、ロハン先生は水中にかかる長橋と長橋と書いてあるんですが、ちょうど水の中に浸かったような橋が一つ見えるよ、まあ、そういうふうに理解しています。それからもう一つは天上にかかる長橋、天にかかった、これ多分またの動きをしたら天にかかって見えるんだ、普通に見えたら差しですから、ちょうどあの水の上にですね、長い陸地が広がっていて、ちょうど水中に浸かったような橋が見える、それを水中にかかる長橋と呼んだんだろうと思います。ですから水にほとんど浸かってしまったような橋と、それから天上に浮かんでる橋と両方見えるよ。それからもう一つは果てしない海に漂う浮島に見える、これはあの差しそのものですね。あれはまあ島と考えれば、半島ですけども、島と考えれば、海洋の上に浮かんだ浮島に見える。ところが別の見方、股のぞきでしてみると、青空に虹がかかっているようにも見える。ちょうどあの、幸田露伴先生は、はっきりとは書いてないんですけども、明らかにこの文章は対句になっています。二つの見え方がありますよ。全部対句で書いていて、で一方は多分体をまっすぐにした状態で見た景色を、でもう一方は股のぞきをした時の景色を書いているように思います。で本当にそう見えるのかっていう話なんですね。で股のぞきをしてみるとどのように世界が見えるのかということなんですが、先ほど申しましたようにロハン先生はああいうふうに書いてるんですが、この話は日本だけに限りません、ヨーロッパの人も、ヨーロッパ大陸の人もイギリスアメリカの人も同じように股のぞきのことには関心を持っております。であのヘルムホルツというこれ生理学者なんです、ドイツの生理学者なんですが、この人はやっぱり19世紀、ロハン先生が書いたのも19世紀の終わりなんですけども、この19世紀の中頃頃にヘルムホルツという人がやはりあの書いております。でこれは彼があの宮津に来て観察したわけではありません。自分の家の近くの風景をですね、股のぞきして観察した状況なんですが、彼の記述を読みますと、景色の色はずっと明るく明瞭に見えると書いております。それからもう一つは平面画のように見える、真ん中の赤い字の部分だけお読みいただければと思います。それから地上の対象はいつもの空の雲のように垂直面に描いた絵のように見える、先ほどの水面が平面画のように見えると一緒ですね。あの、垂直面に描いたような描いた絵のように見える、それから純粋に色自体の違いとして私たちの前に現れる、色そのものが見えてくる、物についた色ではなし、色そのものが見えてくると。先ほどのロハン先生の記述とよく似ております。股覗きをすると油絵のようなパノラマ画が見えてくる。それから、青空に、空に虹がかかる。つまり平面画ですね。平面画のように見えてくる。で、ヘルムホルツもですね、よく似たような印象を持ったようですね。で、アメリカのウィリアム・ジェームズっていう、これはあのアメリカの心理学を作った人と言われてるんですが、やはり19世紀の後半にですね、もう一つ知られた変化は、頭を上下逆さまにして光景を眺めることであるという文章の中で、非常に奇妙なものが見える。書いております。距離や他の空間的速度、あの大きさとか距離とか方向とかそういうものですね。そういうものの違いが不明瞭になる。距離が要するに分かりにくくなる。
ということを書いております。でさらに色は一層豊かになり多様になり、色と色の対比ですね、コントラストは一層際立つということも述べております。それからやはり19世紀の露伴先生とほぼ同じ頃の方なんですが、サンフォードという人は股のぞきすると色は明るく見えますよ、それから距離はですね、普段とは違って見えますよということを書いております。それから宮川という先生がいらっしゃるんですが、ちょうど戦争中ですね、1943年の頃のご研究なんですけども、今からまあ申しますが、大きさの恒常性が低下する、これは同じものであれば、ね、遠くへ行ったら小さく見える、あるものが近くにある場合と遠くにある場合比較しますと普通は同じ大きさに見えるんですが、特に股のぞきすると遠くに物を置くとそれが小さく見えますよということを述べていらっしゃいます。それから距離の区別がですね、連別と書きますが区別ですが、区別が難しくなる、それから色を明るく見えるということをお書きになっています。それで股のぞきをするとどう見えるのか、どういう状況なのかということなんですが、これはもう説明するまでもありません。体の上半身の上下が逆転します。で頭の胸の下に位置します。それから網膜に映る像は上下だけではなく左右も反転します。ちょうど180度回転した状況になります。その他網膜に映る波長とか強度は変わりません。光の波長や強度は変わります。それから網膜像の部分間の関係は変わりませんが、像全体が逆転しております。ちょうどこれ、こういう絵がですね、正常な場合だとしますと上下逆転はこうなります。左右逆転はこうなります。で右下に示しましたのが180度回転です。左上がもし普通の状態だとしますと、もう股のぞきしますと、ね、右下のような姿が映ります。観察者は 上半身を股のぞきでは大きく折り曲げています。というか今申しましたように視野が180度回転しています。でこれは普段の視覚的な瞬間ですね。普段はあんなものを見てない、ああいう姿勢をとったり180度回転したものを見てないわけですから、普段の視覚的瞬間を支えている、まあ、仕組みがですね、ちょっと調子が悪くなるだろうと思います。するといつものように見えなくなって、になると思います。ですからどう見えない、どんなふうに普段の見え方がですね変わっていくのかということをちょっと科学的に調べてみる必要があろうかと思います。でここから先は私がやった実験の話になるんですけど、股のぞきをした時に普段の見え方とどう違うのかということを科学的に示したデータをご覧に入れたいと思います。でその後それが股のぞきとどう関係しているのか、宮津市で行われている股のぞき、天の橋立の股のぞきの見え姿とどう関係しているのかということをお話ししたいと思います。まずですね、ロハンもヘルムホルツもそれからジェームズも書いていることなんですが、大きさとか距離がですね、だいぶ変わりますよということを書き記しております。ですからそのことを少し調べてみたわけです。で、距離と大きさの印象が股のぞきをしたときと成立して観察したときとでどのように異なるのかを実験によって明らかにしております。ちょっとここから先は慣れない方にはちょっと難しいかと思いますが、できるだけ分かりやすく説明したいと思います。
で赤い多性の5つの三角形ですね、二等辺三角形です。高さが32センチから162センチあります。それを観察者から2.5メートルから45メートルの5地点に提示します。で観察者にはですね、その三角形の高さがどれぐらいで自分からどれぐらい離れているか、距離ですが、これをメートル法、つまり何センチのものが何メートルの距離にあるというふうなことを報告してもらいます。実験はもう非常に簡単です。目の前に赤い三角形が大きさとか距離の違う場所に提示されている、それを高さが何センチで何メートル離れているということを言ってもらうだけですね。で30人の人に大学生ですが協力してもらっています。で15人は普通に成立して立ってですね観察します。残りの15人は股のぞきをして観察をいたします。でこれ実験風景です。大学の校内の一部を利用しまして、観察者の位置から見た風景を撮っております。赤い三角形が左の方は小さくて遠くにあります。右の方は比較的大きくて手前の方にあるだろうかと思います。でこういうものを見てですね、赤い三角形の高さがどれぐらいで自分からどれぐらい離れてるかということを報告してもらっています。でこれが実験の結果です。横軸がね観察距離です。縦軸が大きさの15人分の平均値です。で、左側のこちら側ですが、パネルが股のぞきの状況で、右側が直立した状況。これ、ごく普通の姿勢ですね。するとですね、それが5つものがありますから、一番小さいので32センチの赤い三角形、大きいので162センチの赤い三角形です。これを 2.5 メートルから、ここですね、2.5 メートルから45メートルまで定義いたします。そしたらどう見えるか。例えば、これ162センチの板ですが、これを 2.5 メートルに提示しても45メートルに提示しても162センチ、ほぼ160センチぐらいと申します。で小さい、三角形でも同じように、ほぼですね ある一定の大きさのものが近くにあっても遠くにあってもですね、同じ大きさと判断します。これ大きさの恒常性と申します。大きさがどの距離に提示されてもほぼ一緒だと思うということを大きさの恒常性が成立していると申します。ところがですね、左側のパネルですが、股のぞきをしますと、全体に遠くへ行くものが小さくなっております。こちらですね、小さくなって。全体の傾向としてはこういうふうになります。大体半分ぐらいになります。一番上の162センチですね、これですが、 2.5 メートルぐらいに提示されたものを観察しますと、ほとんどの人は160センチぐらいと申しますが、それを45メートルに提示しますと80センチぐらいと申します。約半分、つまり大きさの恒常性が崩れています。股のぞきをすると大きさの恒常性が崩れて、遠くにあるものが小さく見えるんだということがこのことから分かります。次がこれ、距離の判断です。横軸が観察距離です。横軸、ここですね、観察。一番近いのはこれ 2.5 メートルです。この部分ですね。一番遠いのがこの部分ですが、45メ
縦軸は15人分なんですね。15人分の平均値、何メートルといったかという平均値です。日本グラフが線が書いてありますが、これはあのごく普通に成立して観察した時の結果です。それから上の線ですね、上の線が股のぞきをして観察した時の平均の結果に当てはめた直線です。でこの絵から分かりますように、手前の方ですね、手前の方は、股のぞきをしますと若干遠くに見えます。それから45メーターぐらいの距離ですが、まあ、ほとんど一緒なんですが、若干ですね、遠くのものが手前に来ます。でもっと遠く行きますと、このデータから外装しますとね、相当遠くのものが手前に来ます。要するに、近くのものは遠くに行って、遠くのものは手前に来るわけですね。ですから、またのぞきをしますと、近くのものは遠く行き、遠くのものは手前に来ますので、奥行き感がですね、物と物の奥行き感が狭まることになります。こういう結果がわかります。今の話をまとめますとですね、こういうことになります。股覗きをして観察すると、対象が遠ざかっていくのに伴って、その対象の大きさが小さくなります。で、成立して観察すると、対象の大きさは一定のままです。大きさの構造性が股のぞきをすると崩れるということです。それからもう一つの距離については、成立視に比べて股のぞき観察では近くのものがやや遠くに見える、遠くのものがやや近くに見える、これは奥行きが、ね、物と物の奥行きが縮むということを表しています。もう一つですね、多くの人が記述しているのは、股のぞきによると風景が明るくなるということを書いております。で、これ実際に明るく見えるのかどうかですね。そのことをまた実験によって試してみたんですね。で、色の変化とか明るさの変化を、3次元の空間の中にするのはちょっとなかなか難しいので、写真画を用いて研究をしております。実験をしております。で、方法ですが、標準刺激、4枚の標準刺激をまず準備します。写真ですね、大きな写真です。で、画面の下に書いて示しておりますように、4枚の写真、父と子というふうに名付けております。それから朝もや、岬の芝生、それから朝が、この 4枚の写真なんですが、これを標準刺激と考えてください。で、この標準刺激をもとにですね、コンピューターを使いまして、5% 刻みで標準刺激の上下に5段階で明るさを変化させます。だんだんこう明るくしていくやつ。だんだん暗くしていくやつ。で、それを11枚作ります。それぞれの標準刺激にを真ん中にしてですね、だんだん明るくなる画像、だんだん暗くなる画像を11枚、作ります。ちょうど、まあ、これ朝顔の場合を考えていただければいいんですけども、真ん中が標準刺激です。で、左側 が暗い、 25% 暗くした、あ、ごめんなさい、暗くしたですね、暗くした写真です。それから右側が 25% 明るくした、全体ですね、全体に明るくした写真です。わずかな違いのように思いますが、結構あの画像的にはあの右の方がうんと明るいわけです。で、2つの条件を先ほどと同じように作ります。で、実験群と申しますのは、まず股のぞきをしながら静止写真を観察する条件です。それから統制群と言いますが、これ普通の条件です。被験者は静止して普通の静止した
写真を観察します。で、32人の大学生を使って16人は実験部、残り16人は統制部に参加しております。実験部と書いているのが股のぞきをする条件です。統制部と書いているのが普通の生理して観察する条件です。で、まず実験群ですね、こういうふうにやります。標準刺激をまず眺めます、4枚ありますから、どれかですね、どれか一つを眺めます。で、今度は、立ち上がって比較刺激11枚あります。標準刺激よりも上、5枚、下5枚、明るい方5枚、暗い方5枚ですが、その中の一つを選んで比較をしてもらいます。全部の比較を行います。標準刺激に対して11刺激ありますが、比較をしてですね、比較刺激が標準刺激よりも明るいかどうか、明るいかどうか、明るいです、暗いですっていうことを判断してもらいます。これが実験部分です。だからもう一つの統制群を言いますのは、標準刺激も比較刺激もまっすぐに立っています。それから観察者もまっすぐに立っています。この状況で標準刺激に比べて比較刺激は明るいか暗いかということを尋ねます。で、今申しましたように各被験者、観察者は標準刺激に比べて比較刺激が全体に明るく見えるか暗く見えるかの判断を行います。で、比較刺激はランダム、デタラメにですね、順不同に提示いたします。一番左側に標準刺激あります。で、右側に、11枚ちょっと載せられませんでしたので、そのうちの3枚をですね、載せていますが、標準刺激に比べて比較刺激が明るいか暗いか、いう判断をいたします。で、実験群では標準刺激を股のぞきをしてみると、で、統制群はそんなことはしないということであります。これが実験の結果です。横軸が比較刺激の明るさです。11枚あると申しましたが、11点ここにはですね、記されております。ここですね、11個、一番暗いのでマイナス25、一番明るいのでプラス20。で、縦軸が比較刺激が標準刺激に比べて明るいという反応した割合です。を取っております。で、4枚標準刺激がありますけど、4枚ともよく似た結果でしたので、それを16人分で全部で64この反応が得られたと考えます。で、そのうちの割合を縦軸にとっております。で、赤でこう示したのはね、統制部、ごく普通に見た条件の結果です。成立して見た結果です。比較刺激が明るくなるに従って、比較刺激が明るいという反応が増えてくるのはこれ当然です。で、ところが実験群の方ですね、実験群の方は比較刺激、統制群に比べますと全体に小さいわけですね。で、小さいということは、比較刺激はいつも成立して見てますから、で、実験群、実験は標準刺激だけが倒立して、見ているわけですから、これは倒立して見た方が明るいから、倒立して、標準刺激を見たときに明るいと思うので、明るく感じるので、比較刺激を見たときに、ね、暗いという判断が多い、つまり明るいという判断が減っているということをかなり顕著にですね、出ているように思います。これはいいです。一番下に書いておりますが、股覗きをして写真を観察すると明るいという反応がですね、優位に高まることを示しております。
結果です。ちょっと分かりにくい、初めての方には分かりにくいんですけども、昔の人がですね、観察したようにものを一部確認してます。明るく見えます。股のぞきをするとかなり明るく見えます。それからもう一つ、距離がですね、分かりにくくなる。近くのものは遠くに行って、遠くのものは手前に来ますので、かなり分かりにくくなる。それから昔の人はこの点は言ってないんですが、物がかなり小さく見える。それもかなり大胆に小さく、大きく小さく見えます。で、こういう結果がですね、実験をしますとすぐ分かります。結構すぐ分かります。で、もう一度ですね、この成果を元にしてですね、天の橋立てについて考えてみたいと思います。これが普通に先ほど申しましたように笠松公園から見たですね、天の橋立ての状況です。また覗きをしますとこういうふうに世界が180度変わります。これまた普通の状態に戻れば、成立の状態に戻ればこうなります。で、普通の状態はこれどう見えるのかっていいますと、こうですね、これは遠くの海だ、これは手前の海だ、こういうふうに見えるかと思います。で、遠くの海と手前の海の間に松林の生えた砂浜ですね。砂浜が広がっている。また覗きするとどうなるのか。先ほど言いましたように、近くのものが遠くになって、遠くのものが近くに来るんですね。で、距離がすごくその違いが分かりにくくなる。近くのものが遠くに行って、遠くのものが近くに来ますと、奥行きというか、面が、世界がこう立ってくるんですね。ちょうど、写真画のように、あるいはキャンバスのようにですね、立ってまいります。で、海の色は一般に青ですから、ここが空に見える。ここも空に見える。海ですね、本当は海なんですが、また覗きしますと距離感がなくなって立ってきます。立ってくると空ですね、まさに空になってくる。だこの真ん中にある松林はどうなるかっていうと、空にかかる橋と見てほしかったんだと思います。しかし先ほども言いましたように、なかなかこれ空にかかる橋にはですね、見えにくいです。一つにはですね、平安時代から江戸時代にかけての橋ですから、こういうイメージですね、橋のイメージ、木で作ってあって橋、木の橋がかかっていて、橋杭で、木ですね、やっぱ橋杭で、支えている。もしこれ橋として見ようと思えば、松一本一本がですね見えるぐらいであったら橋に見えると思います。ただ今最近の天の橋だったらもう松がうっそうとして茂ってますので、松一本一本がなかなかね、識別が区別がつかないぐらいになっているので、なかなか橋としては見えにくいかと思いますが、こういう姿をが見えた時代があるんですね。一番上ご覧になってください。絵はがきで明治12年か19年頃の天の橋立てを、笠松公園よりもやや奥側から撮った写真、大内峠の方にずっと寄って、それもかなり高いところから撮った写真のように思えるわけですが、松の木がですね、うんと上からですね、上からですが、うんとまばらに生えています。これ股覗きをしてみた状態、つまり180度変えてみますと、どうでしょう、橋に見えませんでしょうか。先ほどの木の橋ですね、この橋に近い感じの橋に見えないでしょうか。これですね、これかなりいい橋だと思います。長い立派なですね。で、ポイントはですね、松がまばらに生えていることです。まばらに生えていて、向こう側が見えて、海が見えて、ちょうど
砂地をですね、松が支えているという感じに印象を与えるんですね。で下はそれよりも若干新しい明治36年の撮影です。これは上野よりも若干笠松公園にもうちょっと近い場所かと思いますが、さすがに、明治12年から20年が経ちますと木が成長しています。上よりもうんと濃いですね、密度の高い松の木になっています。これでもですね、箸に見えます。またね、108度回転して、ね、見えます。で面白いのは、これがですね、どちらもそうですが、若干曲がってるんですね。まっすぐの橋があるんです。こう、若干、こう、曲面になって、ちょうど橋としては具合の色になっています。それ下に下ろしますと、曲がってることはよくわかると思います。で、これもですね、橋になっています。で、曲がっております。でもう一つですね、大内峠の方、これも最後、もう近年撮影されたの、これはネットの上で、からちょっと借りてきたんですけども、1時間公演ですか、そのあたりから撮られたものです。多くの人はここがですね、一番いいと。天の橋立を見るには、この1時間から、1時間公園のあたりから、大内峠から見るのがいい。徳富廊下ですか、この人なんか書いています。全く天の浮橋を渡り心地がする。これはもちろん渡る時をした時にですね。このままではやっぱ海に浮かんでる砂浜です。このまま見たんでは海に浮かんでる砂浜ですが、これを渡る時をすると海がですね、海が立ってくるんです。ここはポイントなんですね。海が立ってきて、ちょうどキャンバスに、画布に青い色を塗りたくったような感じになる。でそこに横一文字になってますから、全く天の浮橋を渡る心地がする。でこれはほとんど曲がっていません。ほとんどもう水平ですね。で橋として見るためにはもっと高い位置から眺めないと、あまり曲がり具合が出ないと思います。ですから、一文字、1時間公演よりも、さらに高いところから見るとですね、橋がうっと曲がってくるんじゃないかと思います。上のこれですね、これぐらい曲がっていようと思いますと、だいぶ上の方まで上がらないと見えないかと思います。180度変えるとね、物の見え方がうんと変わってくるのは古くから心理学で知られています。これ多分おばあさんに見えると思いますが、180度回転しています。見えますね。ですから天の橋立も一緒です。普通に見てたら海の上に砂地が広がっている。しかしひっくり180度変えるとね、海の上にもうすでになくなって空に浮かんでいる。なぜなら海が空に見えますからです、と私には思えるわけですが、そこを昔の人は感覚は敏感ですので捉えたんだと思います。ちょうどこれと同じですね。180度変えると全く様相が変わっていることがよく起こります。ですから決して天の橋立は特別な例ではないし、地殻侵略の中では比較的あり得る話なんですね。ですね。でこれは上、ちょうど上のおばあさん、お姫さん下の大内峠から見た時のと比較したものです。こういうふうにお姫さんがあるわけですけど、おばあさんの額の部分は口になっています。おばあさんの目の部分は豆ですが、おばあさんの鼻の部分はお姫さんの額になる。おばあさんの口は前髪に、こ
こういうふうにひっくり返しますと、パーツの意味がですね、画像の中のパーツの意味が変わっていくんですね。ここは面白いところですね。それから同じように、大津通りから見たこれ写真ですが、海の部分がこういうふうにひっくり返しますと、海の部分が空になります。砂浜ですね、砂浜が橋になります。それから海の部分がまた空になります。ダイナミックにこうパーツの意味が変わってるんですね。こういうふうに理解した方がいいかと思います。でどこから観察すればサッシと橋の交代がよく見られるか、先ほど言いました4箇所見る場所が天の橋立てにあるんですが、訓田峠とか天の橋立てビューランドはあまり適切な場所には思えません。これはちょうど逆方向から見てますの で、昔から言われる笠松公園、笠松寺屋の方か大内通りから見る方か、できれば砂浜に直角に交わっているところがいいわけですね。すると、こんなとこ行けるのかどうか私には分かりませんが、この男山とか成合山ですね、この辺りのしかも高いところ、笠松公園よりはもっと高いところから見る、このとこ行けるかどうか知りません。地図の上での話、地図の上での話ですが、この橋立てに、天の橋立てに直角に交わるようなところで、高いところから見れば、ダイナミックな変化が観察できると私は予想しています。立った時は砂浜に見えるけど、股覗きした時には本当に綺麗な橋が、それも さっきも申しましたように、松の木をすく必要がある。松の木をすいて、かなり、この大内峠と笠松公園の間の方向ですね、間の方向からご覧になられると、かなり橋とサッシの入れ替えがですね、はっきり近くできるんではないかと。これは予想です。私実際そこ行って、だいたいその場所行けるのかどうかも分かりませんので、地図の上ではそうなんではないかと。それからですね、実は2つの橋が見える。今言いましたように水中に没したような橋、要するに砂浜ですね、サッシです。それからもう一つは空に浮かんだ橋。これは丸くこうなっています。ちょうど丸橋になっていますが、それからまっすぐの橋、それから丸くなっている橋。これをですね、桂離宮、京都にあるんですが、こう見事に造園で作っています。気が付かれた方はいらっしゃるかと思うんですが、桂離宮の中の天の橋立てという部分があるんですね。ここなんですけど、ここなんですね、この部分です。本当に小さい箱庭みたいな部分なんですけど、天の橋立てのようなこの勇壮な風景ではありません。庭のごく一部なんですけど、京都の人は特に奥公家さんは天の橋で行きたかったと思います。見たかった。で、砂浜が見えたり、橋が、空にかかっている橋が見たいと思ったけど、そんなの、今でこそ電車で、これは電車来るまで来られますが、当時ですから、とっても遠い、行けない。そして、こういう庭の中に見え方をですね、どうも再現した風があります。それで、左上ですね、そこの天の橋立ての上の平面、あそこの部分を少し拡大したものです。この島が2つあって、ここを橋でつないでるんですね。橋が2箇所あるんです。で、この2箇所の橋を、こちら側から写真で撮ったのが、この写真です。1つはこれです。ここに小さい橋がある。それからほとんど見えないですが、ここにも橋があります。この左の方を月見橋と呼ぶそうです。でこちらの右の方を小樽橋と呼ぶそうです。で月見橋を拡大したのはここです。この橋です。ほんと短い一方渡れるかどうかの橋なんですが、
それから、蛍橋というのはここです。この橋なんですね。でここはですね、そりのない石橋です。水平の石橋で、こちらは面白いんですが、そりが、緩いそりが作ってあります。湾曲に作ってあります。天の橋立て行ったら橋が2つ見える。1つは水中に没したようなまっすぐの橋ですね。普通の差として見える。でもう一つは空にかかった丸橋ですね。少し湾曲のある丸橋が見えます。この本当に狭いですね、庭の中に2つ橋かけて、これを天の橋立てと呼んでいます。これ明らかに見え方が、橋に2通りあるよ、天の橋立て行ったら、ね、2通り見えるっていうのを、そんなものをこのちっちゃい庭の中に作れませんから、現実に2つ橋かけてですね、どうも作った風があります。私にはそういうふうに見えます。それからもう一つですね、天の橋立てって言ったら本当に条件のいい場合では2つの橋がまた見えます。で一つは股のぞきした時の橋なんですが、股のぞきをですね、女の人は随分昔から嫌がった。でむしろ例えばですね、田山家体という人は、これ明治のやっぱ文豪ですけど、股倉鏡と呼んだらしいですね。当時は股倉鏡ということは、天橋、天の橋の景を天井に映してみるというような特色を持ってはいるが、これを絵はがきにしたり女などがやっていたりするのを見るのはあまり良いものではない、あまり良い格好はないとこう書いてます。それから徳富ろ過ですね、笠松の茶屋には花崗岩の台がある。その上に立って天の橋立て股のぞきをする。なかなか面白い。細君は頭を下げて脇の下から伸びた。もう明治時代から女性はこんな恥ずかしいことと思ってやらない。で下はですね、アービング、これはあのアメリカの小説家なんですが、やっぱしこれイギリスに旅行した時の記録なんですけども、ところでこの小柄な女才のない男が自慢する、巧妙にしてかつ思考を凝らしたものの一つを挙げるとなれば、それは来館者をメルローズ寺院に背を向けて立たせ、体を前にかがめて両足の間から寺院を眺めさせることであった。こうするとその遺跡が全く異なる様相に見えると彼は言うのである。もっとも男連中はその方法を大いに褒めたたえたものの、淑女たちには評判が悪く、彼女たちはせいぜい脇の下から眺めることで満足したという。で日本でもですね、ヨーロッパ、アメリカの人もこういう風景の場所はあるんですけども、メルローズ寺院ですね、ヨーロッパでいうあるんですけども、女の人はですね、ちょっと嫌がるって、こんな格好してるのはね。ですから例えば天の橋だって、今むき出しに股のぞき台がありますけど、周りにちょっと食事をするとかしてですね、まあ第三者に見えないという工夫をされたらいかがかと思います。まあ気をちょっと植えるぐらいでだいぶやりやすくなるんではないかと思っております。それからもう一つこの話をした時にですね、今回のイグノーベル賞をいただいた時にある方から手紙をいただきまして、天の橋立てほどダイナミックではないんですけど、逆さを見ることがありますよ。で、まあ、せっかく宮津に来ましたので、非常に海のよく見える場所ですから、逆さ海っていう言葉は今からお話ししますが、ちょっとご紹介申し上げたいと思います。で逆さ海っていうのはこういう話です。塚本のぞみさんっていう横浜 のヨガの教室を開いてる方なんですが、この方が手紙の中で浜辺に立って波の立った海を観察すると、波頭の間隔が狭く見え、波頭が迫ってきて垂直に並べたレース状カーテンに見えますよ。
で実際ヨガの生徒さんを連れて上の写真にあるように、横浜のこれは海なんですが横浜の海でこうやって海の波頭が立ってるヒールを選んでですね見ますと普通は左のように見えます。波が岸に打ち寄せる印象なんですが股のぞきしますと波が海面に落下する。普通は水平方向に自分の方に波が近づいてくるんですが股のぞきすると上からこう落下しているようなちょっとレースのカーテンを垂らしたような感じに見えますよっていう、とってもダイナミックですよ。でこれはですねちょっとどう説明するかですがちょうど上のようなのが普通の観察ですね。ところが下のようにまた覗きしますと下のように波と波の間隔は狭まりますので奥行きが見えにくくなりますのでちょうどこう落下したような感じに見えますよと説明できるんではないかと思っております。もしですね、何か時間があって比較的波の荒い日に海岸に立ってまた覗きしてみてくださいとですね波が押し寄せてくる感じ上から滝のように落ちてくるような感じに観察できると思います。これも基本的には天の橋立ての股のぞきの風景と一致するのではないかと思います。ちょうど1時間経ちましたのでこの辺りで私の話を終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。